FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。4月11日火曜日、サザンブリーズの時間です。ギノワンヒルズ通り沿い FM ギノワンのスタジオより、この後6時までお届けします。お相手は FM ギノワン田辺由紀です。皆様最後までよろしくお願いします。いや、今日は天気がどんよりしてますけれどもね、雨はそんなに降らずといったぐずぐずした天気ですけど、蒸し暑いですね。いやー、春は短かったという感じですけども、今何なんでしょう、春なんですかね。ちょっと夏のような気配ももうありますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私最近ですね、なんか夢を、ね、見るんですけど、夢割と見た夢覚えてるんですけど、夜起きてからはって起きてから、あ、こんな夢だったって覚えてるんですけど、皆さんは覚えてたりしますかね。まあ大体よく寝れた時しかね、夢見ないと思うんですけど、最近ちょっとよく寝れてるんですよね。あ、ちょっと前は寝不足だったんですけど、最近はちょっとよく眠れてるんですよ。でね、最近なんかね、いろんなストーリーを変え、場面を変え、ひよこの夢が出てくるんですよ。不思議。でも一個は最近見た映画の、あのモアナと伝説の海に出てくる鳥っぽい、後から考えたらあの鳥っぽいなって気づいたんで、なんか海でひよことはぐれちゃう夢なんですけど、ああ、まああれかと思ったんですけど、もう一個はなんか卵から出かけのひよこが10羽ぐらい鶏に温められてる夢なんですけどね。なんか意味ありげですけど、これ何なんですかね。夢占いとか知らないんでわかんないんですけど、はい、そんな今日この頃です。で、今日はテーマですね、最近やっぱり新学期とか始まって、あの入学式とかも終わって、これからね、新しいクラスとか新しい職場とかで新生活という方もいらっしゃるかなと思いますので、この時期といえばやはり自己紹介かなと。で、自己紹介するときに、あ、もうちょっとドキドキするじゃないですか。で、自分の番が回ってくるまで、なんて言おう、一言目なんて言おうとかすごく考えると思うんですけど、まあ、社会人だったらね、名刺を渡して、ここの、なんという会社の何の部署の、ものですみたいな言い方をすると思うんですけど、今日はその肩書きについてテーマにしたいと思います。真面目に、まあ、私だったら、仕事だったら FM ギノワン企画制作部ですけどもの田辺と申しますになるんですけど、そういうんじゃなくて、まあ、そういうんでもいいんですけど、4月からサザンブリーズ時間帯も変更になりましたので、この5時台なので初めて聞く方もいらっしゃるかなと思いますので、リスナーさんもぜひ私に自己紹介してもらいたいなと。で、その時に肩書きを〇〇の何々ですみたいな自由につけていただきたいなと思います。今日はテーマは肩書きでお願いします。メールアドレスは797@fmginowan.com、 数字の797@fmginowan.com、 こちらまでぜひ送ってください。そしてメールがめんどくさい、手書きがいいという人は電話、あ、じゃない、ファックスが 098-943-0094 番です。ぜひ送ってください。あとはですね、ツイキャスト、ユーストリームで映像と音声も配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、よかったら覗いてみてください。そしてサイマル放送もやっております。リッスンラジオ、無料アプリのリッスンラジオで全く同じものが聞けます。ぜひ、ちょっと電波がな、途切れるなみたいなところにいらっしゃる方は、ちょっとスマホでね、リッスンラジオで検索してみてください。はい、火曜日サザンブリーズ雪が担当します。これからよろしくお願いします。曜日変わってばっかりでね、結局火曜日に戻ってるんですけど、まあ、時間帯3時から5時に移ってますので、サザンブリーズ FM ギノワンの番組です。よろしくお願いします。さあ、それでは皆さんからのね、肩書き、面白肩書きつけた自己紹介お待ちしてますよ。では1曲目、オープニングナンバー参りましょう。イーパクサで YMCA。
はい、たい。サザンブリーズの時間です。よろしく。また出ました。最近眠れてて、夢を見てないのに。違う。夢、眠れてるんだけど、え？だから、よく眠れる時ほど夢見ませんか？あ、そっか。あ、夢なんか。違う。短い時間しか眠れなかったら、あんま夢見ないんですよ。だから、長いこと寝てると夢見るんですよ。いい夢見ろよ。この、1個目の海でひよことはぐれる夢はもうすごく後味悪い。はぐれたと思って探しに行ってもいくら探してもいない。でも、生まれる方は別に可愛らしかった。今日のテーマは、今日のテーマは肩書きです。自分の肩書きを勝手に考えて、何々の何々です、よろしくみたいな自己紹介を送ってください。あ、夢見るってことは眠りが浅い。あ、まあ浅いかもな。長く寝てるだけで。サザンブリーズをお送りしています。イーパクサ大好きゆきです。それではここでお天気と道路交通情報をお伝えします。時刻は5時9分を回っています。まずはお天気からです。4月11日火曜日、今日は曇りです。北西の風やや強く、後北の風やや強く曇り、ところにより昼過ぎ雨、波は 2.5 メートル後3メートルでしょう。雨の降る確率はこの後は 20% です。日中の最高気温は25度だったかな。予報じゃないですね。では予報ですね。明日の方、12日は晴れ時々曇りでしょう。北の風やや強く晴れ、朝から昼過ぎ曇り、波は3メートル後2メートルでしょう。明日は日中の最高気温22度になるでしょう。あ、今日より随分涼しくなりますね。沖縄本島地方沿岸の海域では波が高くなっています。海上や海岸付近では明日にかけて高波に注意してください。はい、今日は曇りでしたね。雨も降ってましたしね。天気予報当たってましたね。はい、それでは以上お天気でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路です。今のところ全線でスムーズに流れています。では続いて一般道です。宜野湾市県道34号線前原から大蛇名向き渋滞しています。国道58号線伊佐交差点付近渋滞しています。那覇向き渋滞しています。そして58号線茶谷交差点付近北行き渋滞しています。58号線浦添大蛇名から牧港向き渋滞しています。北中城戸口交差点、維新だから戸口交差点向き渋滞しています。はい、この時間はそうですね、この辺りは、ではこの今のところが渋滞しております。ですね、今日はね、まあ今は降ってないんですけど、スタジオから見る外の様子見てるんですけども、道路も乾いてるんですけどね、少し前濡れてたりしたので、滑らないように気をつけてください。降ってるところもあるかもしれないので。そしてですね、新
生活ということで慣れない運転の方もたくさん走っていると思います。もうドキドキ緊張しながら走っているとは思うんですけれども、やっぱり慣れないということで何があるかわからないので、まあ、慣れてる方も注意してよく周り車間距離取って走るようにお願いします。昨日でしたかね、昨日高速道路でも事故があったりとか、あとうちの家の前でも朝事故があって、まあ、ちょっとした衝突事故だったみたいなんですけど、いやもうやっぱり急いでるといけないなと、ろくなことないなと思いましたね。車同士がぶつかってたんですけど、とっても見通しが悪い交差点なので、普通ゆっくり走ってると思うんですよね。でも急いでたんでしょうね、多分ね。朝の通勤の時間だったんで、通学と。あんなとこで普通ぶつからないのになというところでぶつかっていたので、やっぱり本当に急ぐと良くないので、皆さんね、余裕を持って行動しましょうね。はい。何でもこう、トラブルがある時っていうのは、大体急いでる時だなっていうのをね、すごくそれを見ました。はい。以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。では続いて、献血の移動バスはどこに行くでしょうか。お伝えします。沖縄県赤十字血液センターからの献血のお願いです。明日4月12日は北谷町役場に朝10時から10時10 45分と1時から5時お伺いします。北谷町役場で献血バスが行きますので、明日行かれる方、ぜひ北谷町役場に行ってください。ご協力よろしくお願いします。では今日のテーマは肩書きです。自己紹介のシーズンなので、自分で肩書きを考えて、ぜひ自己紹介の文章を送ってください。メールお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。アットマークより前は797、3文字です。簡単です。@fmginowan.com です。ではここで一旦 CM をお聞きください。EST 円の下の力持ち、円の下の力持ち、円、へえ、
サザンブリーズ、人の夢ばっかり最近見るユキがお送りしております。今日は何々の誰それ肩書きのところぜひ送ってください。それがテーマです。ツイキャスありがとうございます。ハローハローエコザイルさんからです。ハローハロー、マスオさんです。久しぶりに来れたらユキさん、あーそっか、サザンブリーズ毎日聞けるわけじゃないけど今日はたまたま聞けるということでありがとうございます。いい夢見ろよいい夢見てますよだから長いこと私の場合長く寝ると夢見るんですよ。っていうかまあ夢見てるかもしれないですけど夢を覚えてるんですよね。あの睡眠時間が短いと何も見ないんですけど今日はちょっと長く寝たなと思うとなんか夢見てるんですよ。で、マスオさんが深い睡眠の時は夢見ないらしいんだけどね、夢見るってことは眠りが浅いらしい。そっか、でも確かに眠りが浅いかもしれない。なんか気にしてる何か気にかかることがたくさんあって、はい、ちょっとねぐっすり寝れない。いやでもね、あの夢の話なんか面白くないんですけど、あの眠れるようになったのはですね、4月から私あのネットやめたんです。もうね中毒すぎてやめてやりましたもんもうねうち家にいたらネットから切り離されて、まあ携帯電話はつながりますけどね、もうやめました Wi-Fi を。だってもうひどいんですよ、私会ったらずっと見てるんですよ。でもねあのそうだのか、だからもうやめられないから、何時までしか見ちゃいけないって自分で決めて、自分なりにじゃあこの何時からはもう絶対見ないとか決めてたんですけど、そんなのもすぐ自分で破ってしまうから無理だったし、でこのなんかスマホに何時以降はもう電源切れるみたいな設定を自分でしたけど、それもやっぱり解除しちゃうし自分で、ね、だってパスワードわかるから解除してしまうから、もうダメだと思ってもうすっぱり Wi-Fi やめたんですけど、でもなんかこの前開演祭だったじゃないですか、先週土曜日行かれました皆さん、すごかったですよね。あの時あの向かう時とか帰りとかにあのゆっくり走ってたら車あのあ違う歩いてたんだ、で車で止まって見てる人とかもたくさんいらっしゃって、あのなんか花火見に来たんだと思うんだけど、家族お父さんお母さん子供2人とか家族全員でなんかスマホの画面見てたりとか、えでしかもなんかなんか真剣な顔して見てたりして、あ何なんで上見ないのかなって花火上だよと思って、なんかそういう光景がその一つの車だけじゃなくて結構いたんですよ、なんかカップルとかでも。であと花火の会場ですらなんかずっとタブレット見てるおばさんとかいて、え何そんな忙しいのと思ってちょっと覗き込んだらなんか LINE っぽい画面だったんですけど、まあなんか連絡取り合ってたのかな、そっかそっか今思えば会えないで会場でうろうろしてたのかな、あそうかもしれないな。だから花火上ですごいのやってるのになんでみんな下向いてんだろうと思って、これ良くないなって思ったんですけど、どうでしょうかね。なんか中毒性あると思うんですわ。うん、というわけで今日はネット中毒から生還したユキがお送りしております。さあさあ今日は肩書きがテーマです、よろしくお願いします。あとは恋するかっちゃん来てますね。あそうか、ゆきゆきサザンブリーズやこんばんチーズ、こんばんチーズ、こんばんはの時間ですね。はい、マスオさんは肩書き主に主婦です。主婦の夫は夫の方ですね、主婦ですっていうことで、そうですね、はいはいはい、わかりやすいありがとうございます。そんな感じでぜひ皆さんの肩書き付きの自己紹介お待ちしております。ではこの時間はですね、宜野湾の情報をお伝えしたいと思います。まずは今年もこの季節がやってきました、宜野湾トロピカルビーチ海開き、
海開きです。宜野湾トロピカルビーチの海開きイベントが今年も開催されます。日時は4月22日土曜日朝9時半の安全祈願祭から始まり、初泳ぎ、お笑い、宝探し、Gガールズ、緊急蘇生法講習、バブルフェスと盛りだくさんな内容で21時まで行われます。この並び変ですね。なんで G ガールズだけ G ガールズなんですか。G ガールズつってもわかりますかね。ちょっとグラビアアイドルのグループみたいな感じです。セクシーな女の子たちのグループの名前ですね、が出演しますよってことです。はい、FM 宜野湾でもこの様子を生中継を予定しております。時間や詳しいことはまた後ほどお知らせいたします。4月22日トロピカルビーチ海開き生中継もお楽しみに。もちろんね、この会場にぜひトロピカルビーチに時間のある方は行ってみてください。いやー、これから海のシーズンがまたやってきますね。はい、嬉しいです。では1曲いきましょうか。じゃあ後でメール読みますけども、はい、マスオさんからのリクエストで井上陽水、夢の中へ。足ぐなくさん、こんにちは。海援祭行ったんですね。人多かったですけどね。どのあたりで見ました？すごかったですよね。私初めて見たんですよ。やっぱね、この FM 宜野湾のスタジオから去年は見てたんですよ。去年は、特番やったんで、私はスタジオの係だったんで、この遠くになんか半分ぐらい見えてたんですけど全然違う、もうビーチで見るのと全然違う、本当に。サザンブリーズをお送りしております。それではここで、行方不明者捜索情報拡散のお願いです。沖縄県認知症行方不明者家族の会事務局からのお知らせです。沖縄市社会福祉協議会より行方不明者の情報がありましたのでお知らせします。捜索情報提供のご協力をよろしくお願いいたします。行方不明者捜索協力のお願い。宜野湾市在住の方が4月5日より行方不明となっています。沖縄市に住んでいたことがあるとのことで、沖縄市にいる可能性もあるようです。
創作情報提供のご協力をお願いいたします。名前は中尾寺志一さん。身長は162センチ。体重65キロ。年齢64歳。そして、外出時につけていた服装ですけれども、赤いキャップ帽子をかぶっていたということです。心当たりの方は連絡お待ちしております。電話番号 070-5487-4553 070-5487-4553 平さんまで連絡お願いします。創作情報提供のご協力よろしくお願いいたします。沖縄県認知症行方不明者家族の会事務局からのお知らせでした。サザンブリーズをお送りしております。ではメール紹介しましょう。ありがとうございます。ただの通りすがりの主婦、マスオです。はいはい。いろいろやってるよ。肩書きならたくさんある。元アロマテラピーアドバイザーとか、元初級キャンプインストラクターとか、元大学教員とか、元中学校教員とか、元リフレクソロジーサロンマネージャーとか、元ばっかだけどね。へー。アロマと、なんかこう、癒し系と先生系が多いんですか？すごいいっぱいありますね。全部これ、職業にしてたんですよね。すごいな。へえ。なんか、意外な組み合わせですよね。あ、でもキャンプはちょっとなんか、先生でキャンプのインストラクターとかいそうですよね。こういう肩書きがあるんだなって初めて知りました。まあ大学教員とか中学教員とかは分かりますけどね。大学教員めっちゃすごいですね。でも今は主婦の主婦で、その次は婚活支援の比重が大きいかな。やっぱり不思議ですね。基本は主婦なんですね。でも婚活支援も結構な比重でやっていると。婚活モールで EST ってことになってます。何やってるか、何やってる人か分かりにくいので、あったか家族アドバイザーとか勝手に名乗ってやろうかと思っています。ああ、いいと思います。肩書き自分で作るの。ね、こういうもうこれだけ、これだけですっていうか、こう一個のことを、しかもそれがもう誰でも分かるような肩書きの人もねいいですけど、そうじゃない場合は自分でこういうふうに考えるのがいいと思います。あったか家族アドバイザー、へー、もうぜひぜひアドバイスしてほしい。あったか家族ね、すごいな。教員、中学とかの教員って言ったら別に全然こういうことと関係ないじゃないですか。あ、関係ないですよね。何の教科だったんだろう。何の教科にせよそういうなんか婚活とか家族について考えるような授業って別にないですからね。何の先生だったのかもちょっと気になりますけど。いや、あたか家族、ぜひアドバイスお願いしたいですね。EST とは、E、円の S、下の、T、力持ちの略だよ。これ、じゃあ、ACT じゃないですか。EST。なんでこの省略してアルファベットで、なんかね、頭文字にしようとするんですか。全然わかんないですよ。円の下の力持ち。わかんないけど、でもこの円の下の力持ちであるということは、いいなと思います。婚活支援の
ってことですよね。いいな、婚活支援の縁の下の力持ち。わあ、なんかでもうまくいくとなんか婚約成立したりしたらすごく嬉しいんじゃないですか。いい仕事ですね。ありがとうございます。へえ、縁の下の力持ちか、いいですね。なんかね、あの見えない、なんか気づいて、もしかしたら気づかれないかもしれないけど、あの実はね、自分が結構支えてるんですよっていうね。まあ誰かの、この見えない力でね、支えられてること結構あると思うんですけどね、それを買って出るっていうのがね、素晴らしいですね。 ありがとうございます。ではでは、時間まで楽しんで。はい、春眠暁を覚えずですな。そっか、でもなんか春眠暁を覚えずって感じしないですね、沖縄。なんかあれでしょ、なんかのどかな、ほんわかした日和の頃に昼間眠いなみたいな、あんな感じでしょ。それないな、もう蒸し暑いもん沖縄。あ、ちょっとそういう春のこと思い出しました、一瞬。ありがとうございます。ではもう一通行こうかな。雪姫ハロハロ、中エコザイル出すよ、ハロハロ。肩書きね、FM ギノワンで毎週水曜夜9時からフリムーンラジオという番組のミキサーとハゲ MC モーミーというメインパーソナリティが暴走しないようにツッコミというか刺したり、なんだっけこれ、削ったり。なんだったっけ、あ読めない。刺したり削ったりしてます、かっこ笑い。削るだっけこれ、なんだっけ。違うな、以上です。あと、雪姫みたいな彼女募集中です、かっこマジで。雪姫、放送終わったらいつもの場所で待ち合わせね。わかった。あのアコでしょ、あの前原の、あのカップ麺、カップ麺みたいな店ありますよね、アコですよね。わかりました。適当に言ってますけど、あのカップ麺っていうお店の名前が気になるんですよ。すごくないですか、お店の名前カップ麺ですよ。何屋さんなんでしょうね。わかる人いますかね。あ、でフリームーンラジオという番組のミキサーとハゲ MC モーミー、ハゲと言いそうになって MC モーミー、メインパーソナリティが暴走しないようにツッコミしてると。なるほど、素晴らしい肩書きですね。めっちゃ楽しそうです。ありがとうございます。でもこのラジオの番組を持たれてる方、たくさん FM 技能はいらっしゃるんですけど、この自分で名乗るときにね、ラジオのパーソナリティしてますとか、こういう番組の担当してるものですよって紹介されてる方いらっしゃると思うんですけど、そういうの聞くと嬉しくなります。はい、なんかね、番組をすごい頑張って盛り上げてるんだなっていうのが伝わるので、はい、ありがとうございます。では一曲いきましょう。ではこの歌、ですね、スピッツの春の歌、私の先輩の、学校の先輩です。ぜひお聴きください。
今日のテーマは肩書きです。なんか肩書きを言ってね、あ、えぐるえぐるえぐる、はいはいはい、惜しい、削るみたいな感じでしょ。縁の下の力持ちってお金取るの、リアル。ルドルフさん、あ、今日ファッションやります。ゲストがいないので。ゆきちゃん中毒マジですか、違うでしょかっちゃん。あーでもね、中毒本当に、私テレビも大好きすぎて、テレビ家に置いたらもう本当に中毒だから、何もしないからもうテレビも置いてないんですよ。服装変わりました？変わってないです。朝から着替えてないですよ。あ、熊本バッテン龍神正也さん来てるんだ、これ読まないと。肩書きぜひ自由につけて送ってくださいね。えぐるか削る。Southern breeze. Southern breeze. Southern breeze. サザンブリーズ、スピッツの草野さんの後輩のユキがお送りしております。こういうね、もうスピッツさんすごいじゃないですか。もう超名曲メーカーのね方が先輩にいると思うと自慢ですね。はい、今日は肩書きがテーマです。こういう何々の何々ですみたいな自由に作ってくださいね。もうちょっとお待ちしております。ツイキャスありがとうございます。シグナスさん、ゆきさんこんにちは。おとつい行われた琉球開演祭行きました。人多かった。そうですよね、人多かったですけど、もう花火がすごかったですよね。うん、びっくりしました。去年はスタジオから、ここの今座ってる場所から眺めてたんですけど、ちっこーく半分ちょっと欠けたのが見えてるかなっていうくらいだったんですけど、もう間近で見たら全然違いましたね。また来年もあると思うので、ぜひ行ったことない人は、ぜひ入場料払って行ってみてください。熊本バッテン龍神正也さんです。ゆきさんこんばんは。お久しぶりです。そうですね、お久しぶりですね。おお、たまたまですかね。4月からは火曜日の5時台、私が FM 技能湾でサザンブリーズ喋ってますので、よろしくお願いします。マスオさんは琉球開演祭は婚活モールの事務所から見たよ。あ、割と近いんじゃないですか、じゃあ。結構大きく見えたんじゃないですか。いいですね。あのあたりの方はね、家で見てもいいかなと思います。ルドルフさん来てます。こばわん、ゆきさん、服装変わりました？うん、朝から着替えてないですよ。恋するかっちゃん、ゆきちゃん中毒やわ。ほんまかいな。ねえ、私本当にテレビ中毒でもあり、ネット中毒でもあったんですけど、もう両方家から撤去しました。はい。ルドルフさん、縁の下の力持ちってお金取るの？って。リアル。マスオさん、どうなんでしょうか。はい。それでは次のコーナーに参りましょう。ゆきずファッションニュース。今週発売のファッション誌から斜めに記事を読んで投げやりにご紹介するコーナーです。まずは5月号のストーリー、公文社から出ています。30代後半から40代、コンサバ大人カジュアルのスタイルがたくさん載っている雑誌です。まず大きい見出し。その服で元彼と会えるの？ドキみたいな。
その服で元彼と会えるのかと問いかけております。うわーですね元彼と会いたいか会いたくないかはまあ別として、その基準ね、その基準来ましたかいやー、それはまあね、あ、もちろんですよ、もういつでも OK っていう人もいるかもしれないですけど、ちょっと大部分はドキ、いや無理っすみたいな感じじゃないでしょうか、どうなんでしょうか。いい女の新基準、ばったり会っても慌てずに済むように、清潔感と幸せ感のあるおしゃれを、うん、開いておこう、あ、磨いておこう、すいません、おしゃれを磨いておこう。ばったり会ってもね、そうそうそう、いつどこで誰と会うか分かんないですから、もうちょっと出かけて、よりによって何もメイクしてない時とかにね、なんかだいぶ気になってる人とかに会ったりするんですよ、これが。でも、もう全然気づかないふりして逃げるか、みたいにするか、でも、あ、みたいに、なんかちょっと、顔隠しながら挨拶するのかっていうね、ねえ、どっちももったいないじゃないですか。やっぱり堂々とね、いつでも来いっていう状態がいいですよね。まあ理想は。はい。次、ドマーニ。小学館から出ています。30代から40代前半、コンサバ大人カジュアルのスタイルが載っている雑誌です。平日は考えないおしゃれ、大人の通勤は2パターンでいい、2パターンでいいと言い切っております。何ですかね。で、これ誰だっけ、めっちゃ可愛いモデルさん、名前、あ、忘れた。で、ジャケ版、あ、ジャケパン&シャツかけるスカート、時々ワンピース。だからこのジャケットにパンツスタイルと、シャツとスカートのスタイルの2パターンでいいということですね。あ、それはそうなんじゃないのってちょっと思いました。いや、逆になんかこれ以外のパターンってそうそうなくないっすか。スカートとかパンツとかのね、分類で言ったらそれはね、2パターンでいいってことになりますけど、まあまあまあ、まあ、考えない、そうなんかこう単純化していって、このね、毎日毎日いろいろ複雑に考えるより、こうやって単純に考えた方がね、毎日楽に、朝がスムーズですよね。はい。ちょっとでもどんなコーディネートが載ってるのか気になりました。あとはね、スカートは安くていいって、まだこれも言い切ってますね。U1 万円、選手権。U1 万円選手権。アンダーってことですよね。アンダー1万円選手権。うまいこと考えるな。アンダー18とかね、ありますよね。1万円以下で何がいいかっていう、あれですけどね。キャッチコピーうまいな。U1 万円選手権。次。ベリー5月号、公文社から出てます。30代中心のコンサバカジュアルスタイルです。メンタツママ VS 河川妻、春のおしゃれバトル。あの、メンタツっていうのは、コットンの綿です。糸辺に、あの、綿、で、タツは、達人のタツですね。のママ。で、VS 河川妻っていうのは、河川は、あの、化学繊維の河川です。化学繊維妻。嫌じゃないですか、なんかこの響き。どっちも嫌だ。なんなんこれ。なんでこんなバトルなん。はあ、知らんけど。この、なんでそこ戦わせんのかなってまず思うし、もう河川妻とかの響きが超嫌。なんなん、なんかテロテロしてそうやん。ねえ、河川妻すごいな、すごいこと考えるなと思いました。私は、あの、どっちも好きなんで、そんな、あの、自然素材も好きだし、河川の素材で、このテロッとした感じで、服、おしゃれを楽しみたい時もあるので、そんな戦わなくていいと思います。以上、ゆきずファッションニュースでした。おしゃれな人が歩いているのは平和な世の中の象徴です。ビバ、おしゃれー。
サザンブリーズお送りしてまいりましたが、残り少なくなってまいりました。メール紹介しましょう。はい、さい、雪姫、ワンの夢は見ないわけハゲてるようで、よく見たらやっぱりハゲていて、痛風時には足が腫れて身長が3センチ伸びて、小学校で車の中からめいっ子と話した後、巡査がお家に来て職務質問されて、得意な料理はシーフードライス、かっこご飯にシーチキン乗せる。デートは動物好きな彼女と闘牛。うるま市の環境課に勤めていて、主にアルミ缶、アチミヤ、狙ったカンカンは逃さない。雪姫、ワン、誰かわからんだろう。あえて今日はね、この肩書きを羅列して名乗らないんですね。わかりますよ。みんなわかりますよ。いろいろびっくりポイントがありましたけど、そっかー、モーミーさんの夢も見てみたいですね。今度見たら絶対報告しますね。モーミーさんが何してたかね。で、ハゲてるようでよく見たらやっぱりハゲていて。ちょっと、よく見たことないんで、今度よく見てみますね。パッと見あれですけど。で、痛風時には足が腫れて身長3センチ伸びてって、めっちゃ痛そう。はぁ。で、小学校で車の中からめいっ子と話した後。はぁ。これ、巡査さんとか、あれですか？なんか、モーミーさん、のお家の近くとか、小学校あたりとかでは、有名人じゃないんですか？なんか、目立つから、みんな知ってる有名人じゃないんですか？あ、モーミーさんだ、みたいな。職質されるんですね、なのに。お家にまであれですか、巡査が、あ、こいつは怪しいと思ってつけてきたんですね。相当怪しまれてますね。あ、で、シーフードライス、なんかシーチキン乗せただけのご飯おしゃれに言ってみたんですね。はい。デートは動物好きな彼女と闘牛。いいですね。この、ちょっと今感情がこもらなかった。そうですか。カンカンアチミはね、いいじゃないですか、素敵。いやー、もっと続けてこの、あれ、思いついたら、肩書きどんどん書いてみてください。面白い。ありがとうございます。リクエストね、すいません、この曲ないんですけど、ワイドオブシーね、平梢さんの。毎週用意するの忘れるんです。ごめんなさい。ね、他の方からもリクエストもらって、もう今度は用意します。すいません。次。あ、違うわ。これ別の番組に、早々と夜の番組宛てに来てますね。素晴らしい。私宛てじゃなかった。はい。今日はお送りしてきました。テーマはね、肩書きということで、皆さんも自己紹介するときには、こういうふうにね、いろいろ自由に何々の何々ですって言ってみたら楽しいんじゃないでしょうか。なんかね、一個だけだったら滑ったらなんか救いがないので、何個かこうやってね、ずらずらずらと言うと、まあどういう人かっていうのもわかりやすいし、あんまり滑るってこともないかなっていう。はい。というわけでやってみてはいかがでしょうか。サザンブリーズ、この辺で時間となりました。この後6時からは、レッツ深呼吸。放送あります。この後も FM ギノワンでぜひお楽しみください。24時まで生放送ありますので楽しんでくださいね。ではサザンブリーズ火曜日担当、田辺ゆきでした。ではまた来週、バイバーイ。